会長亀田光希、最終回になります。あっという間やったね、ほんまに。会長亀田光希ってスタートしかどれぐらい続いたんでしたっけ？1年半ぐらいか。まあでも1年半でもあっという間やね。なんかでもいろんなことあったな、これまでのこの会長亀田光希スタートからね、ここまでやってきたのをちょっとなんか振り返りながらね、なんかこうお話できたらいいかなと。見てみましょうか、なんかね、映像でも。よっしゃ、見ようか。あー、これな、懐かしいわ。今回の会長にならせていただきました。なんか硬いもんね、この時。そこは、やっぱりこう、恩返しをね、したいなと。いや、これ自分の会長になった時一番初めや。あー、これもやって。2試合中止ですよ。コロナで中止と、計量まで中止。あー、コロナで興行が一回中止になった時や。これも懐かしいわ。コロナ禍っていうのがあって、プロボクサーが引退してるっていう中で、自分の会長になって興行をしていこうっていうふうに一番初めのスタートですよね、あの子が。へえ。でね、ジムからプロボクサーが誕生して、へえ。いやー、あ、このあとな、ね、これみんな、これ一期生が6名全員プロボクサーになったっていう。宮崎が復活した時や、まあ、親父の YouTube から出てきた選手たち、 YouTube 企画最高ファイトクラブっていう企画から出てきた一期生の選手たちがプロボクサーになっていって、まあ初めは選手がね、やっぱりいてなかったんでね、そういうところから選手がこう誕生していって、で宮崎がこうね、またこう現役復帰してまたやっていきたいっていうところもあったりとか。ああ、これ行った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 、名古屋、あの力石な。ああ、これラウンドガール、ラウンドガールの応援者。そうですね、これ大輝やな、トレーナーやりたいって来た時や。大輝がこう自分のトレーナーなんだけど、昔から飛鳥飛鳥さんのそのプライドっていう曲のその歌詞が自分にこう重なるところがすごいあって、もともと自分好きないんだよね、あれ。なんかこう歌詞がね、結構こう自分の人生とこう重なるところがあったりとか、あれが、まあ、昔から好きな曲で、それを辻飛鳥さんに言って、これちょっとテーマソングにしたいんです、いいよ、いいです、そんな軽いノリでいいんですかみたいな感じから、でこれをこの会長亀田光希のテーマソングにね、やってくれたのはなかなかいかつかったですよ。ようカラオケで戻ってるから、もう毎回踊ってるもんね、プライドは。ヘビー級の世界を狙えるぐらいの実際のやつもいったな。応援していただける人がいないとやっぱりね、興行もできない。最高ファイトっていう興行をやっていくにあたって、スポンサーってやっぱ必要なんで、あそこ大輝とね連携して力を合わせながらやっていったのがね、すごい懐かしいんですよね、こういう映像見てたら。最後ボクシングで内容濃いね、したいな。1年半と思われんぐらい、あの動きが激しいですね。もう当事者やったんであれなんです。こうパッとこう振り返ってみたら、こう多いね、いろいろこうシーンが。最高ファイトの翌月に最高トライアルっていう工業をトライアルっていう工業やろうか、今はサバイバルですね、名前が出ちゃった、トライアル。スポンサー営業、これ WBC ケアーズ、ボクシングしてるんですよ。裁判終わった時はね、これ JBC 裁判で、高裁でね、勝訴判決出た時ですよ。長きにわたる裁判ね、約10年弱の期間、勝訴っていうね、しっかり判決を勝ち取って、でこれからボクシングにしっかりこう恩返ししていこうと、改めてこうボクシングを再興させていこう、プロモーターのライセンスっていうのもしっかりこう取得できて、謙信さんに最高ファイトのこのロゴを書いていただいて、まだ一番初めの時はなかったんですね。すごいな、しかしでもほんまにもう動きが激しいね。これ高知県大輝が行った時ね、福永空の、
ニコンサバイバル第1回、まあ、ボリューム0の時の講義だな。みんなで乗れるやん。ああ、ニノキさんとかも行った。うん。田島美壮にね、もっともっとモハメド・アリからアリ・ボンバイエ、これが猪木ボンバイエとこう継承さ、こう常につながって、その元ボクシング世界ヘビー級チャンピオンですモハメド・アリって、そこからプロレスに行って、プロレスからまたもう一回ボクシングに返すと、これが田島美壮、これが美壮ボンバイエなんで。そうか、いろんなとこ行ってるなぁ。ほんまに動きが激しいな。これの 8.14 のこれはエディオンアリーナ下下見た時や。最高ファイトで興行する試合は全選手がこの条件です。これプラットフォーム5で作ったやん、ね、ちゃんとプラットフォームちゃんと成り立ってやっていきますよっていうところでね。でこれがエディオンアリーナ第、これがプロモーターデビュー戦ですよ。最高のボクシング最高へって、ボクシング最高の始まりですよ、幕開けですよ今日が。初めてエディオンアリーナでやったこの興行が、この最高ホワイトボリューム3が第一発目プロモーターとしてのデビュー。全国のジム公平な、一切引き抜きはしません、ジムの移籍も認めません、まあ、今は自分は会長じゃないんですけど、大木屋会長でその K ワールド3ジムに選手で移籍、これはもう禁止にしてるんで、最高ホワイトに出場する選手たちを金額もファイトマネーも全て同じの条件にして、その条件、それの条件っていうのが今もの既存のファイトマネー相場の倍額、選手が憧れる舞台、選手ファーストな、全国にやっぱり270というジムがあるんで、それぞれがやっぱりしっかりとこう潤うような仕組みにしていかないと、これからのボクシング界の未来を考えた時に今の状況では厳しいんじゃないかとっていうところで、もう今自分はもう早い段階で会長っていうものを引退して最高ファイトファウンダーとして専念していこうと。だからまあこの番組もこれでおしまい。 8.14 の、最高ファイトボリューム3はもうものすごくね盛り上がった興行になったんで、135万視聴、これがまあボクシングでは過去最高視聴数を取って、最高ファイトボリューム3に関連する記事っていうものが930記事、まあ、約ですけどね、マイク発言直ぐらいの効果があったんじゃないかっていうふうに、だからそれだけのまあ一定の成功を収めて、これからはもう会長亀田光希じゃないんで僕は、だからまあこれにて終了ですわ。はい、いろいろありましたけどね、ここはちょっと最終回やし、最後はプライド亀田光希が歌ったやつ流しちゃおうかな、失礼かな、まあ、でもほんまに好きな曲で自分もあれなんで、ほんまよう歌ってるから、カラオケでちょっと一発ちょっと歌って最後こうプライって歌わなあかんから、よし行くぞ。誰も知らない涙の後抱きしめ損ねた恋や夢や思い上がりと笑われても譲れないものがある。すいません、お粗末な歌で。いよいよね、この会長亀田光希、終了いたします。会長亀田光希はこれにて終了ですけど、僕自身はまだまだこれからも続いていくんで、まだいつの日かどこかで、お会いできたらと思います。それでは皆さん、本当にありがとうございました。さよう。いやー、これあかんな。今度引退、素晴らしい試合しただけじゃあかんわけよ。結局はちゃんとやるなか。